今回萌れ沼公園では冬季に毎年実施しております所蔵品の明かり展に加えまして、ゲストアーティストの川上理恵さんを迎えまして展覧会を開催します。今回の川上理恵さんの作品はゼログラビティという作品タイトルになっていまして、このイサム・ノグチの作りました照明彫刻である明かりとその軽さ、重力のなさという意味で共通点、共鳴する部分があると思いまして企画をしました。で、今回川上理恵さんにはその明かりの選定から携わっていただきまして、会場全体が大きな一つのインスタレーション作品になるように構成されています。タイトルである、明かり、無重力のパラレル、その無重力というのはそれぞれの作品のコンセプトに通底する部分なんですけれども、実はその川上理恵さんから、作品のドローイングをいただいたときに、最初はですね、かなり、作品それぞれが独立するような世界で展開されているなというふうに思ったんですね。で、そこからそれぞれの2人の作品世界が並行する世界として展覧会の会場になるのではないかというところから、パラレルという部分で名前を付けました。展覧会は1月8日から始まっておりまして、毎週月曜日が休館日、3月6日日曜日まで開催しております。朝9時から夕方5時までの開館時間、展覧会の入場は無料になっております。それではここからは川上理恵さんの作品についてご本人に登場していただいて紹介していただきます。よろしくお願いいたします。はい、私川上理恵と言います。美術家および彫刻家と名乗ることもあります。美術活動をいろいろしている中で、特に展覧会発表は個展とかグループ展とかなんですけども、その中で彫刻的なこう形を展示することもあれば、インスタレーションしたりインタラクティブワークといって、こう人が作品に関わって、行ってもらえるような作品だったり、あとサイトスペシフィックな作品展開をすることもあります。金属加工を、最初出発点として作家活動を始めたので、スタジオの中はもう金属加工のためのいろんな設備が基本的にある状態で、いわゆる鉄工所に近い雰囲気の、金属の表情って、鉄に関して特に言うと、まず加工することで形が非常に変容できる、自由度が高いということで、思い思いの形が作りやすいことと、表面の仕上げ方でも磨き仕上げとか錆仕上げとかあるわけですけども、そういう仕上げになるとちょっと工芸的な言い方になってしまいますが、錆ってすごく鉄の魅力の一つだと思っていて、すごい時間を感じさせてくれる表情なんですね。で、特にそっちの錆の方の表情に私は惹かれて、それが一番魅力だと思ってます。叩くと溶接ですかね。削るってちょっと飽きるんですね、はい、叩くとやっぱり自分の身体性がそのまま形に、面の表情とかに影響していくのが大変面白いし興味深いし、その素材との材とのやり取りが直接こう実感できて面白いです。かなり最初のプロジェクトの話をいただいた段階で、イサム・ノグチの明かりのいろんな資料とか、ここにでコレクションされている明かりの種類とかのデータはいただいていて、その中で選べるということなので、自分のその出品する作品がまず前提があるので、それは一つのこう統一感を持った作品になるんですよね。どんな構成をするとしても、構築物的なイメージの作品なので、それに対して、どういう、こうバランスというか関係性を作っていくかということを考えたときに、一番なんていうか形が割と統一感があってシンプルにこう対ついというか対比で見せられる形と大きさということで選びました。大体イメージ通りです。はい、準備段階ではもう少し私の作品が真ん中辺にこう集約してと、こう周りにイサム・ノグチの照明を配置していく関係性っていうので、割と最初からそういうイメージがあったんですけれども、実際照明はどのぐらい選んで、どういう、高さ高低差も結構はっきり見当はつけてなかったので、それをどうしていくかっていうのは現場でいろいろと検討しながら選んだというか決めた感じですね。
普段からの明かりに対するイメージというのは、まあ、作品にこう光を当てる時の自分の作品と光を当てた時にできる影とかそういうことに関していつもイメージで持ってるんですけど、その照明器具としての明かりとの兼ね合わせてはあんまり、普段から考えてなくて、ただイサム・ノグチの明かりに関してはもうなんか明かりっていうかやっぱり一つの、まあ、光源のある彫刻っていうイメージがあったので、ちょっとこう自分の対峙の仕方は普通の照明とは違うかなと思ってます。1個が個性的な形と私のインスタレーション的な作品の関係性はひょっとしたら難しいのかなって思ってたところもあります。この展示は本当にこうパッと入って、まあ、全体を見るっていうことをしていただいた上で中にどんどん入って、まあ、作品の全容を鑑賞するっていう以上に部分的には見えてくるようになってしまうかもしれないんですけど、作品の中をさまよう感じで鑑賞してほしいなと思うんですね。で、なんかそれも一つの鑑賞の仕方だと思うし、私の作品本当に今回は見え隠れするような感じで見えてくると思うので、なんかそのか細さの限界みたいなところをちょっとベタに物理的なもので表現してみたんですけども、自分にとっては結構チャレンジで、面白さとかちょっとおかしさとか不思議さとかなんかそういうところを感覚的に感じてほしいなと思ってますので、ぜひ中をぐるぐると回ってみてください。写真に撮ると私の作品全然写んないんですよ。全然っていうかほとんど。だからパッと見るとあのイサム・ノグチの照明が、まあ、宇宙的にこう空間に配置されている感じで、それはそれで美しいんですけれども、じゃあ川上玲の作品はどこみたいな感じにはちょっとなると思うんですね。だからこそあの実際来てみて感じてもらわないとちょっと伝わらないところがあると思います。